ムスタファー・ムハンマド・アブドゥル・ジャリールは、リビアの政治家。ムアンマル・アルカザアフィ政権下で、司法初期を務めたが、2011年リビア内戦の初期における反政府運動に対する政府の対応に抗議し、辞任した。司法初期の時代には、リビアにおける様々な人権侵害に反対する姿勢が、報じられてきた。反政府運動の中で、カダフィ政権に見切りをつけて、 ベンガジに拠点を置く、リビア国民評議会の議長に就任し、国民評議会が解散した2012年8月8日まで、事実上のリビアの原種の地位にあった。1975年に、リビア大学を卒業後、米ー検察庁に勤務。1978年には判事に任命された。2007年に、 司法書記に任命される前のアブドルジャリルは一貫して体制側に相反する判決を下すことで知られる判事だった。反政府でも発生後の2011年2月21日、司法書記を辞任。2010年8月、ヒューマンライツ・ウォッチ代表はアブドルジャリルが伝えられるところによれば、恣意的な逮捕、そして裁判なき交流の延長に反対する強い。 姿勢を取ったという事実を称賛し、次のように述べている。法務大臣はこの囚人グループに対して非常に良い姿勢を取った。法廷で無罪判決が出ているにもかかわらず囚人の拘束を継続する治安機関を公然と批判した。本当の問題は国内治安機関と内務省が裁判所の命令を無視しているということだ。2010年11月に発行された新聞では、 アムネスティ・インターナショナルが次のように同様に述べている。少なくとも200人の人間が刑期を終えたか、もしくは裁判所より無罪を言い渡されたにもかかわらず、拘束されたままである。ムスタファ・アブドル・ジャリル法務大臣はこれら囚人の釈放を公式に要求したが、彼らを交流している国内治安機関は要請に従うことを拒んでいる。アブドル・ジャリル法務大臣は、 国内治安機関には調査の義務を免除されているので、不正調査を行うよう命令することができないと述べた。内務省だけが免除を取り消すことができるが、常にそうすることを拒否してきたとも述べた。ヒューマン・ライツ・ウォッチは同じ見解を2010年度の国際連合における国際連合人権理事会の普遍的定期的審査に提起した。 反政府運動の最中の2011年2月21日、個人新聞クリナが反政府運動に対し必要以上の暴力を使用したという理由で法務大臣を辞任したと報じた。2月22日、スウェーデンの新聞エクスプレソンのインタビュー記事にて1988年のパンアメリカン航空103便爆破事件はカツザーフィーが直接指令したと述べた。 2月24日にはアルジャジーラに対し、リビアのエイズ感染事件の責任は完全にカッザーフィ政権にあると発言。その後ベンガジへ向かい、2月24日には野党政治家、元陸軍士官、そして東部の都市アルバイダの部族長を交えた会合を主催した。2月26日、ベンガジを拠点とする反カザフィの暫定政権。 リビア国民評議会の設立を宣言した。アブドルジャリル自身の知名度もあって、3月5日には周辺の自治政権からも革命派のリーダーとして認められるようになった。8月22日、リビア国民評議会は首都トリポリをほぼ制圧。8月24日にはカダフィの本拠地であるトリポリのバーブアジジャ地区も陥落させ、この結果、 カダフィ政権は崩壊した。アブドルジャリルは国民評議会の本部をトリポリに移し、速やかな政権移行を図ることとなった。2012年7月には国民議会選挙が実施され、正式政府発足への道筋をつけた後の8月8日にリビア国民評議会は解散。国民議会のムハンマド・アリン・サリーム暫定議長に形式的にではあるが権限を異常した。 ありがとうございます。